ちゃん、こんにちは。なんかもうこの時期が来たね。来ました。もう1ヶ月いるんでしょう。はい。何してんの？いやいや、もう今はもうスプリングキャンプ6時間生放送生中継やってますんで。あ、はい、見てるよ。はい、もう張り付けです。いやもう無理やり振ってるもんな、2画面にするとかいきなりはできんぞ。あれはガオラスポーツ、ほんで技術さん、関西東通さんとかがリクエストくれって言ってくれるんですよ。なるほど、はい、なのでそれを僕らがリクエストすることによって、あ、こういうことを求めてるんだという認識から、すぐそれを打てるように、なんか彼らもスキルを上げるために。なんか真面目に答えてるのなんか真面目やな今日。いや一応今中継軍団のちょっと看板を感じました、自分で。なるほどね、はい、あの懐かしいな、なんもな。あ、はい、なんかガンちゃんが俺に挨拶してくれたのも94年だからね。ああ、もう20年ですね。20年経つんや。20年、よう生きとんな。いや本当によ。でも僕らからすると、高木豊さんはパリーグに、しかも日本ハムに、もう不思議な感じでした。まあ当時はそうかもな、ね、スーパーカートリオの高木豊さん、あんまり選手が移動するということはあんまりなかったもんね。ああ、そうですね、うん、はい、さあ今年、はい、ね、日本ハムの手応え、はい、今まで見てて、はい、どう？僕はこの戦力だと優勝すると思ってます、はい、下手したら優勝しなきゃいけないぐらいの補強かと思ってるんですよ。だからファイターズは今言い訳のできない、もうめちゃくちゃプレッシャーを自ら立てたチームになってると思ってます。え？いいの、そこまで言って。言うていいと思います。あ、本当、はい、いやでもいい雰囲気で、はい、なんか補強もねしっかりできてるし、はいはい、昨年のなんかこうエスコンで、はい、守備練習ばっかりやってたじゃない。あ、はい、球場に鳴らす、なんかこう紅白戦見ててもそういう成果が出てるよね結構。はい、僕もそれはあのコメントつけながらとっても感じてる部分です。守備力とても上がったと思ってます。上がってるよね、はいはい。まあ、例えばじゃあ二遊間だと誰が守りそうなの今？やっぱり、まあ、技術面でも機体面でも上川端がそこにいて、ほんでもう若手のグイグイ出てきてる奈良間がいて、うん、はい、でセカンドで言うと石井和成がいいよ、ね、石井和成がこんな体ビルドアップして、まあ、はい、普段やっぱ彼ものすごく手先が器用で柔らかいハンドリングするんですけど、そこに頼りすぎているプレイヤーに見えてたんですよ、うん、それがもうなんか土台の強さと芯の強さからあのプレーの強さにつながってると思ってるんですよ。だから二遊間課題だったじゃないですか。いや課題、ファイターズはしかもあの球場でもうさ、ある程度レギュラーって言われてるのが万波、はい、松郷、はい、そんなもんじゃない。マルティネスか。そうですね、まあ清宮も、はい、でも清宮怪我しちゃったしね。まあここら辺でやっぱ今年ぐらいは固定で戦いたいよね。新庄監督はもうレギュラーは万波だけだと歌ったぐらいなんですよ。なので松郷があの元首位打者、去年も140本以上ヒット打ってる選手が、まあ、今年のキャンプの入り誰よりも動き良かったです。なんかあの膝とか足首の不安も取れたみたいで、めちゃくちゃ先頭になって引っ張ってました。あ、松本ってあやっぱりこんなプレイヤーって言ってしまうぐらい。なので今豊さん言われました、万波がいて松本がいてチームを引っ張りながらですかね。マルチネスももう日本長いですからね。日本ハムの課題とすればさ、はい、じゃあ投手陣なのか野手陣なのかってどっちだと思う？僕は野手陣だと思う。野手陣、はい、いや野手っていうのは打たなきゃいけないということだよね、はいはい、ということは例えば西武のピッチャーを思い浮かべて、はい、打てる想像できる？打ってくれると思います。 今のその現状よ。そうですね、あの特に新加入に目も行くし、その新加入の選手たちがすごく芳しいバットの出なんですよ、うん、でも一番目立つと、まあ、レイエス。あ、レイエスな、はい、めちゃくちゃすごいな。あのパワーがあるだけと思いきやスイング意外とコンパクトに出してミスショットは少ない、はい、バッティングゲージで見ててもでちょっと実践的にバッターボックス入ってもそういう姿を見せてるところに周りが影響を受けるんじゃないかと思います、はい、1番誰が打つの？1番は、まあ、僕は松郷打ってほしいですけど、で2番に上川端とか入ると戦術にしてもいろんなことできるんじゃないかなと思いまして。3番は満中。3番行く、はい、4番はレイエス。おはい、で5番以降チャレンジゾーン。レイエスは DH？ いやそれが守備もそこそこやるんですよ。センターに入りそう？いやレイエスはファースト。あ、ファーストか。はいはい、うん、そうですね、ファースト、はい、じゃあ清宮とか野村とかは一人弾かれるっていうことは？どっちか、まあその清宮の怪我の手遅れはものすごい大きいですよね、うん、で野村 J がその気になって先日紅白戦でもバカーン一発打ってるし、言ってたね、はい、あすごく姿が変わっているように、うん、あのなんかプレッシャーと自覚と、うん、
はい、なんかほんで、世代が同じような万波があれだけブレイクしたじゃないですか、うん、だからすごく歩みが強くなってます。なるほどね、はい、磯端なんか使えないんだ。いやそれが出ると磯端調子いいでしょ、はい、ヒット打って盗塁してほんで守備でもうわやっぱり守備範囲広いななんですけども、なんかやっぱり私たち新加入新しいものに目が行くじゃないです か、 だからその影にちょっと隠れてしまっているのは現実だと思います。彼だけ見たらやっぱりすごいいい選手なんですよ。そう、まあ、1年間やればね、はいはい、必ず故障するからさ、はあ、もう必ずって言われたくないですね野球選手。まあそうだな、はいはい、それでキャッチャーはキャッチャーは豊さん、まだタピック行かれてないですか。まだ行ってない、はい、まあ、伏見トライもうベテランの域じゃないですか、うん、で各選手たち田宮岩あたりも出てきてるじゃないですか、うん、それにめちゃくちゃスパイスを持ってきたのがルーキーの新藤なんですよ。新藤いいらしいな、はい、一番感じたのはインタビューですごく周りが見えてるコメント。例えば自己分析自己把握も長けてましたし、で自分はこうあるべきだチームの中でこうあるべきだっていうのも、これ何年かやってる選手かなと思うぐらいの落ち着いた発言をしてました、うんうん、で球場では一番目が行くのは肩です。あ、いいらしいな、いいボール上げるんですよ。ピョン、いいキャッチャー肩が強いキャッチャーって投げた後どっかで一回伸びるシーンがあるじゃないですか、うん、それを見た時にやるなと。バッティングはバッティングは結構打つのを見てて浅村楽天の浅村をとっても意識している。で中田翔の雰囲気もある。ですごくレフトに打ちたいかかと体重かなと思いきやこの間アウトコースもっきり突っ込んで宇宙間抜けたんですよ、うん、この先実戦でとっても楽しみなバッターでもあります。まあ、この時期だから何話しても強く感じるよな。ですよね、はい、宮崎は英語誌に似てる。肩強肩です。あ、やっぱりいい。あ、やっぱシルエット英語誌に似てると思います。まあ感じは雰囲気はあるね。シルエットプレースタイルそうですよね、うん、はい、でもルーシーらしからぬっていう言葉は当てはまると思ってます、はい、強いですね彼も。はい、たださ今挙げてくれたメンバーってこれからじゃないプロっていうのは、はいはい、だからまだ分かんないじゃない。はい、その戦力を持ってやっぱり優勝もあり得るって言ってる。まあ額面通りに戦えばっていう条件はつくんですけど、まあそうだな、はい、なんかこの時期になるとじゃあピッチャー誰が何勝っていくと僕のそろばん弾いてみたら197勝とかなってたんですよ。シーズン140試合しかない。いや西武だと200勝ぐらいいくんじゃないピッチャーだけを考えたらよみんな、いやいや本当に人生になるんですよね。いやいやなるなる、はい、でもまあ山崎幸也が入ってくれたりとか、まあいろいろしてるけどもいろんな刺激になってるのかね。なってると思います。はい、まあ、ブルペンに入ってああいう経験済みのピッチャーって独特な調整入っていくじゃないですか。そういうのも周りが見てあんな調整の仕方あんな入り方とか、まあそういった刺激も十分発生してると思うんですよ、うん、やっぱ先発の一角幸也はそうですね。それこう二刀流の話もあったじゃない。はい、ありました。確かに日本シリーズとかで見てると彼のバッティングものすごいレベル高いじゃないですか。レベル高い。それに欲を出すのかまずを持ってやっぱりピッチャーとして提示額面通りの仕事をしてもらえるのかだと思うんですけど、はい、まあ左ピッチャー王国って言われてるけどさ今言われてます。壮観だよね。はいはい、でちょっと気になったのが、ね、根本がショートアームにしたでしょ。はい、少し、はい、少しあれタイミング合ってる投げる専門家から見ると合ってると思います、うんうん、はい、でも9割9分ぐらい固まってるフォームとは思えないんですよ。やっぱ今までやってたフォームが体に染みついてるんで、うん、軽くハンドダウンしながらこう最後トップを合わすんですけど、聞いたら参考にしたピッチャーが右ピッチャーの金村翔馬っていうんですよ。お、左の例えばオリックスの宮城とかじゃなくて右ピッチャーの金村翔馬がいいタイミングの割とトップの作り方してたんで真似したらピタッとハマったと言うんですよ。不思議な感性ですよね。それさ、まあ、ピッチャーやったことないか分かんないけど、はい、そういうのってすぐできるもんな。ちょっとアンダースローで投げてて、はい、上に変えたじゃない、はい、すぐできた。いやどっかで絶対バグはあります。体の、まあ、そうだろうね、はいはい、なのでブルペンの反復練習が重要だと思いますし、でも不思議なものであこれいいという暗示が生まれたらどんどんできるように固まってくるっていうのはあると思うんですよ。なるほど、ね、はい、ただ今でもブルペンで低め低めって言われてるじゃん、はい、高めを練習してるピッチャーっている？最近見ないですね。見ないですね。いやみんなそのドライブラインって、はい、こう煽り気味で打つじゃない、はい、実は高めが有効なんだよね。
あ、はい、危険だ危険だって言われた時代は過ぎて、はい、今あのレベルになってんだよねバッターも。だから今からドライブラインをやるやつってもう遅いんだよ。おでも主流は高めで勝負できるっていう、はいはい、だから高めをまだね日本の場合はね投げなきゃいけないって、それそういうのはどう思う、ガンちゃん。今文明の力発達して数値化されて、うん、でこう自己把握につなげていき、うん、それを自分のアイデンティティとして戦うわけじゃないですか、うん、選手たちが。僕はとてもいいと思ってるんですよ、最近のその機器を使いながら自分を把握する、うん、でも自分と戦いすぎてなんか誰と戦ってるんでしょうかが一番残念じゃないですか、うん、はい、あくまでも自分を把握する参考書を用意してその勝負に挑んでほしいとは放送席に座っていつも思ってます、うん、はい、でももうあの低めの時代から高めの時代になって、はいはい、この高めの時代からまた低めの時代になります、追いかけ合いですよね。そうそうそう、はいはい、いやだから高めで勝負できるピッチャーっていうのが日本ハムいるかなと思って、うわーとなると、あの2名4つ掛けでフォーシブでこういうストレート投げるピッチャーが重要じゃないですか。そう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 、まあそのダルビッシュが言ってたように、はい、上から投げるんだけど下からちょっと浮き上がるような球だと必ず空振りが取れるっていうんだよ。北山、あ北山よくなってるな、はい、みんなは山本由伸を参考にしてるんじゃないかと言ってるんですけども、見たらそう思うじゃないですか、うん、でも本人はいろいろ試しているうちにたどり着いたっていうんですよ、うん、でももともとこのストレートの軌道がいいので、いいな、ファール打たしたらもうその通りあの勝負できますよね。できる高めのストレート、うん、めちゃくちゃいいまっすぐ投げてました。いやだから高めでまだね今年の場合は勝負できるピッチャーは勝てるかなと思ってる。あ今ドライブラインのその数値のみんなの追いかけ方が、そうそうそう、金村翔馬もそのうちの一人ですね。高めのストレート、じゃあこの2人には注目やね、2名4つ掛け、あもうそれも縦軸のピッチャーがとってもそれは有効だと思うんですよ、うん、でも左の横軸で、根本あたりが意図してクロスボールの高め投げるようになったらまたこれ強いですね、まあ、強いよ。これもでもガンちゃんってさピッチャーやってて、はい、キャンプの時に高めの練習ってしないの？いや僕はやりました。高めから入っていきました。あそうなの、はい、高めから下げていって、昔はなんかこんなライン引いてる時でさ、あのパンツのゴム、パンツのゴム、パンツのゴムな、はい、パチンってよしいいぞみたいな高め来たらカーン言って、あのゾーンの練習はピッチャーでちょっと細工したら行くんですよ。あそうなの、はい、でもあそこからグイッと押すボールは本当に高めが投げれてからじゃないと低めのグイはいかないですね。なるほど、はい、ただただ収まるだけのボールは重力をうまく計算してチッチッってやったら行くんですよね、あの辺で、はい、今年のハムの順位予想は、はいはい、素直に何位、はい、チーム事情をずっと追いかけてる OB としても今年は優勝しかないと思ってます。お、はい、じゃあ願望だろ。いや違います、チームがパッとこう放送席から見た時にメンツが半分ニューフェイスなんですよ。しかも補強成功チームたちがそこにいるんで、あこれはもう去年までのファイターズの映像や全てを取っ払うで新鮮な目で、ちょっと待って苦しそうだぞ。いやいや大丈夫、大丈夫です。本当に酸素の補給は間に合っております。去年一昨年まではまあ一応こう何て言いますかね、話題作りありましたけど、今シーズンは全く違う野球をやると思ってますんで、僕優勝予想してます。ああそう、はい、俺 A クラスか4位かここら辺で迷ってるんだよね、はい、で冷静に考えまして、今まで冷静じゃなかった、興奮状態です、興奮状態です。冷静に考えまして、ソフトバンクも補強したりとか若手の成長を考えた時はやっぱり強いですし、西武ライオンズのピッチャー陣相当強いですし、そうなってくると現実今井高さんが言われました A クラスを希望します。でもまあ例えばいろいろ聞かれるような順位予想はないですね今のところ。今日現在では優勝予想を歌わせていただいてます。まあ今好きなこと言える、まあ、他のキャンプ見てないだろ、ここへ入りつきながらネット情報ばっかりです。いいキャンプしてるぞ他も。あそうすか、いや本当にでちょっとしたガンちゃん2画面にしとけっていう場合じゃないぞ、ほんと他の情報入れろみたいな、いやもう入れないと。そうですね、そこにどうやって勝つかやからね。そうですね、まあチーム内の競争も激しいけど、はい、いっそタブレット叩いて調べないと。それだけじゃなくてやっぱ百聞は一見にですけども、行ってみなきゃダメですね。いや本当に、はい、ね、はい、中日のヘッドコーチ、はい、片岡ヘッドも、はい、おそらく待ってると思う。こっから車で 4,50 分です。そう、はい、簡単なことやろ。行きます、はい